他にご質問ございますでしょうか。そしたら共同通信さん。共同通信の鶴留と申します。万博 の、 あの先、3月にあったあのメタンガスによるあの爆発事故の件で伺います。昨日あの万博協会の方から、当初発表していた床の、損傷以外にも床下部分の、まあ、パイプの、まあ、焦げ跡ですとか、あるいは屋根のへこみがあの確認されたという発表がありました。で、あの協会によると、まあ、施工業者の方で、現場レベルでは把握はしていたんだけれども、責任者がに情報共有されていなかったので、まあ、協会に報告がなく、まあ、協会としてもあの、施工業者から報告を受けたのは、今月の20日だったということで、まあ、隠蔽の意図はなかったというふうに説明しているんですけれども、この件に関して、知事の受け止めをお願いします。はい、あのやはりその事故が発生した時はもう速やかに、そしてあの全ての情報をぜひあの協会にあの報告してもらいたいと思います。だから事業者におかれては、まずはその当然事故の防止、そして毎日事故が発生した場合にはもう速やかに情報あの協会との情報共有をしてもらいたいと思います。まあ、その意味ではあの今回あのそのこの事故 の、 この一部が報告されてなかったというのは、僕はやっぱりあの良くないと思いますし、あの速やかに情報共有をお願いしたいというふうに思います。そうすべきだと思います。ただこれ協会からもあの口頭であの指導をしたという報告もあの受けています。ありがとうございます。